おはようございます、たくまです。アルティメットルミナスで遊ぼう第2弾ウルトラセブン X 編、見えてるかな。待望のウルトラセブン X がアルティメットルミナスかっていうことでね、まさかのね、全8種のうち一撃で撃ち抜いてきました。本当はねストップコースのセブンも欲しかったんですが、ちょっとねさすがに博打すぎるかなって思って、今回セブン X だけ開封していきたいと思います。いやーいいね、もうこの段階ですでにかっこいいっていうのがね、いや嬉しいなあ。ちゃんとねアイスラッカーも取れますね今回も。いやーいいよ。あーやっぱねスベスベだ、肌お腹スベスベ。そうセブン X ねスベスベしてるんですよね。昔持ってたソフビもそうでした。ここの腕のスベスベもねいいですね。で自立はできるかい。お自立できたね。偉いぞ。やっぱね組み立ててすぐできたものがねちゃんと自立できちゃうっていうのは嬉しいですよね。後々こういうのも必要になってくるとは思うんですが、いやーいいぞセブン X、 どうですかこれ。やっぱねこのね胸筋のね境界線に合わせてね切れ込みがあるのは嬉しいですね。分かりづらいですから。でつけるとどうだ？なあ、なあって言っちゃったけど。いいじゃないですか。ね、例のごとく、もうさっさとね撮影していきましょう。まずはね、この状態が欲しいですよね。そう、この肌のすべすべな感じとこの銀色の部分のね。ちょっとザラついている感じのこの質感っていうのがね、いやー大人かっこいいですよねウルトラセブン X で。ちょっと昼間なんで明るいんですが、あーいいじゃないですか。やっぱねこのルミナスユニットをつけることでこの黒目の部分もね際立ってね、やっぱかっこいいですね。でねストップ光線ではないんだけど、やっぱりこうやってセブンと並べるとねエモいですよね。いやいいね、赤くて目が2人光ってる感じ。ああいいぞ、かっこいいな。あとセブン X がちょっとでかいか。そうこれ、この3人重くないですか。僕ねこの3ショットずっと夢に見てたんですよね。年代的にはこの3人って並ぶんじゃないかなって期待していたんですよ。メビウス2006年、セブン X 2007年なんで。そうこのね3人がね一緒に戦うウルフェスとかね見てみたかったなってね思うんですよね。というわけでね、やっぱアルティメットルミナスはね楽しいですよね。こっから先またひたすら遊んでいこうと思うので、今回の動画はこれにて終わりです。ありがとうございました。